皆さんこんにちは、 B レジェンド上野です。今回はオンザニートは、どうやってやるんですかというような旨のお問い合わせをいただいたんですが、ちょっとそれについて解説をしていきたいと思います。まずこのオンザニーって何っていうところなんですが、例えば胸の種目だったり肩の種目だったりダンベルを扱う種目で、スタートポジションにより安全にダンベルを持っていくためのテクニックであり、セットが終わってダンベルを元に戻す際、安全にそれが行えるテクニックというようなで思ってもらえれば思います。大きく分けて2パターンありまして、シートに対して横になった状態、ダンベルで行うチェストプレスやフライングの種目の際に使う方法、あとはシートが立った状態、ショルダープレスなんか行う際に使う、大きく分けてこの2つのパターンがあるかと思いますので、それぞれを解説していきたいと思います。まずは胸の種目で主に行うオンザニーのバリエーションを解説していきたいと思います。だいたいシートに横になっていく際に、この位置がスタートポジションになることが多いですが、ここにどうやってダンベルを持っていくかという話になります。ダンベルをこうやって持ってもらって、体横にして無理やり持っていくのも一つなんですが、50秒のダンベルになるとなかなかこういう動きっていうのは難しくなってくるので、膝の上にダンベルを置いた状態で、その横になった時にその膝と一緒にダンベルを上に持ち上げるような方法になります。ちょっと流れでやりますと、こういう感じで持ってきて、構えで終わった際、動作が終わった際もこのままダンベルをどこかに下ろすのではなくて、膝を抱え込むように持ってきて、ご自身の太ももにダンベルを当てるようにして体を落とします。よいしょ、こんな感じ。これを行うことでダンベルを落下させたりすることなく安全に扱うことができるようになります。続いてはシートがこのように傾いた状態の場合に解説していきたいと思います。今度は体を倒して、ここからなかなか腕の力だけで持っていくのは大変なんですが、これは片方ずつの太ももを振り上げるようにしてダンベルを持ち上げていきます。一連の流れでやりますと、よいしょ、こんな感じで、で残った方をももを上げるようにして、で動作が終わったら太ももにつけるようにして体を起こす、こういう動作になります。ショルダープレスのように、このシートの角度がさらにきつくなっても基本的には一緒です。太ももを振り上げる勢いでご自身の肩のあたり、スタートポジションにダンベルを持っていきます。で反対の方も持っていきます。で種目が終わりましたら、これで戻す位置は太ももで戻していただくと安全に動作が行えます。今回はオンザニーのテクニックについて解説をしていきました。おそらく日本国内のジムのほとんどがダンベル放り投げるのが禁止になっているかと思います。もし禁止になっていないジムであっても、高い位置から落としてそれが転がって他の方に怪我をさせてしまうのは非常に良くない行為ですので、ダンベルを安全に扱うというところも込みでトレーニングをしていただければと思います。オンザニーが不要なくらいの軽い重量でのトレーニングのうちはまだいいんですが、物理的にスタートポジションに持っていけないくらいの重い重さを、このテクニックを覚えることで扱うことができますので、より高強度なトレーニングを行う際にはマストなテクニックになってきます。軽い重量のを扱っている際でも習慣付けを行っていただくことをお勧めします。ぜひ今日からのトレーニングに活かしてください。以上となります。